海賊ラジオ、レッズ力船レッズサポーターの皆さん、新年明けましておめでとうございます。今年も一年、セダロの海賊ラジオ、YouTube チャンネル、どうぞお付き合いください。令和4年、2022年が始まりました。今年も、レッズサポーターのクルーの皆さんと一緒に、このレッズ力船 大いなる海に一緒に漕ぎ出してまいりましょう。今年は開幕が早くて2月の中旬です。レッズはすぐさま体作りスタートします。そして天皇杯を取りましたんで、今年はアジアの舞台が待っております。レッズサボーター、我々にとっては待ちに待った ACN の舞台です。レッズに触れ合う機会が多くなることはとてもいいことなんですけれども、その反面、 いろんなことに心配性な私は、このハードなスケジュールと新たに加わった新戦力が胸材用通り活躍してくれるのか、怪我なくいけるのか、例によってドキドキしながら新しいシーズンの開幕を待っております。監督のリカルド・ロドリゲス、去年は本当によくやってくれました。私の予想を超える もう本当に素晴らしい結果を残してくれました。そこを考えると彼の2年目の今シーズンはリーグ優勝。これ、はっきり言って目標というか掴み取らなきゃいけないというそういう裏レッズ3年計画の3年目リカルド・ロドリゲスの2年目になるわけですよね。ついでにアジアチャンピオンもっていうような気持ちも高まってくると思いますが。 まあ J リーグを舞台とすると他のクラブも当然ながらリカルトの戦略を研究してくるわけで去年も日も幸のいかなかった試合も何試合かありましたですから今シーズンもどの試合も簡単なものは一つもないと思います経験豊かな選手が引退したりあるいは契約満了でクラブを去っていったわけですから新戦力はどういうふうに今シーズンの列の中で 化学反応を起こして我々の予想以上の働き方をしてくれるのか。去年の小泉と秋元、あるいは平野のような選手が出てくるかどうか。あるいは当たるちゃんのようなね。ここがどう埋まるのかというのが私は最初の数試合、いや、10試合ぐらいで出てくると思うんですよ。ね、去年もこの YouTube チャンネルで レズはドラスティックな改革に手をつけたと話しましたが、私たちがついていけない変化がずーっと来年は続くと思います。果たしてこれが正解なのかどうか、神のみぞ知るなんでありましょう。クラブの幹部も、西野勤ムテクニカルダイレクターも、リカルド・ロドリゲスの2年目、レズの3年計画の3年目に、首をかけていると思うんですよ。 その覚悟だと思うんですね。ですから、最初の10試合ぐらいでどういうふうに1年間列が歩んでくるかというのが見えてくると思うんですよ。その時に初めてサポーターたちの力も飛ばれるんだと思うんです。ざわ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 し始めると、 新しいチームですから、ちょっと不安になりますよね。我々もレッズ参加年計画、3年目、腰を据えて1年間を見守っていきたいと思います。まあ去年もそんな不安なことを申し上げましたけれども、結果は上々でやりましたんで、心配性の私は思うんですけれども、レッズサポーターはもっと 違った気持ちでレッズを見ますよね。そっちの方が正解だろうと思います。今年も、セタロウの海賊ラジオオン YouTube、レッズ力ぶれ特別執行どうぞお付き合いください。明るい話が続くことを願っております。今年もどうぞよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくね。